この辺で一番暇な射撃場に来ております。ということで今日は、新人さん2人、新人さん3人かな、連れて、今日はスキートとトラップ射撃をやってみたいと思います。まあ、あんまり、ね、人に教えるほど上手ではないんですけれども、まあ、自信がないっていう人もいるんでね、今日いろいろ解説を交えながら、射撃の様子を、撮影してみたいと思います。おっと、あれ、みなぎくん来たな。珍しい。お、声かけたんですよ。あ、そうな。はい。みなぎくんと、あれ、おはよう。ゆみちゃん、今あれ、玉、一箱いくら3000ぐらい。そんな1000か。2500円。射撃の玉？うん。1000。あ、そんなもんか。そんなもんか。あ、よかったよかった。いや、今日玉めっちゃ持っちゃったの忘れたんや。うん、で冷たいんです、ここの人。ちょっと遅れとんね。もうちょっと、うん、早めに追い越していいよ。早めにスイングして。こんな感じの画角で撮って、追い抜いてない時に打つと当たらん。追い抜いたーで打った方がいい。いや、俺の指導がいいのかな。俺の指導が分かりやすいのか。もうとにかく本当、追い越し車線から追い抜いて、追い抜いたお疲れみたいな感じで打つ。そのタイミングがいい。
もっと追い抜いちゃっていい。がっつり。ちょっと大げさにやってみるよ。はい。はい。もうこんなん。これぐらいスピード。これぐらい。はい。そうナイス。そういうことあっナイスショあっナイスショまずもうこれで追うことやね、皿を外したところはカットし俺はい、もっと先打っていい、先打っていい。はい、で次右からね。みたいな何、母親も連れてきた？母親も連れてきた？母親連れてくるからね、白しいギャギャ言う両方こんな連れてきてるら何、アンドレチョリ若いこんなギャギャ言うあれありません重兵器ありません。ああ言わないやからの。俺やから、なんや。まあ、大きなったね、ほんと。大きなったね。おりゃ。おりゃ。大きなってから。やんちゃ盛りやね、完全に。じゃあ、続いてトラップやっていきましょうか。頑張りましょう。まあこんな感じ。あっ。難しいね。はい。左です。ちょっと不利ですよ皆さん。本当はこれあれやけ、ね、こんな規則的な電気。ランダム出るけ。最初の人やばいっすよ。やばい。はい。お早くも。はい。はい。もう左に行く。出ちゃった今。喋ったら出ちゃった。右出ると思ったのに今。まっすぐ来ないと思ってる。騙された。
2枚打てちゃう。ということでね、スキーとトラップ新人さんたちと一緒に今やったわけなんですけど、まあね、やっぱこうスパンが空くとね、感覚忘れちゃうんで、なるべくその1ラウンド2ラウンドでもいいので、週に1回とか決まったペースで練習するといいと思います。それじゃまた次回の動画でみたいなね。どこストップ